いい天気だな、今日は。あいだ、なんだ、ゴムのボールか。ごめんなさい。ごめんでしゅ。ごめんなさい。あ、これ君たちのボールか。はい、野球しててマサル君がホームラン打ったんです。マサル君が打ったでしゅ。そうか、野球をしてたのか。マサル君はすごいな。そうだ、俺も仲間に入れてくれよ。俺も野球が好きなんだ。あ、俺ゆうきって言うんだ。うーん、どうするゆかりちゃん。どうするんですかゆかりたん。そうね、いいんじゃない、悪い人じゃなさそうだし。一緒にやろう、お兄ちゃん。ありがとうゆかりちゃん。だったよね。よし、お兄ちゃんは外野手をするぞ。ダメよ、そこはたかしくんが守ってるんだから。そうでしゅ、お裏のポジションでしゅ。あ、そうなのか。じゃあどこでもいいや。そしてお兄ちゃんって野球がうまいんだね。まあそろそろ帰らないとお母さんに叱られるから。また遊ぼうね。さよならお兄ちゃん。今日もいい天気だな。あ、今日もゆかりちゃんたち野球やってるぞ。今日は仕事は休みだし、一緒に遊んでいくか。おい、俺も仲間に入れてくれよ。あ、ゆうきお兄ちゃん。あ、また来たのかよ。また来たでしょか。いいじゃない、みんな一緒にやりましょう。お兄ちゃん、いいのかい。それじゃあやろう。チェチェでしゅ。そして今度はゆかりちゃんの打つ番だよ。あ、どうしたのゆかりちゃん。あ、ちょっとめまいが。大丈夫ですよ。いた。あ、ゆかりちゃん、また頭が痛いのか。え、また。うん、ゆかりたんはよく頭が痛くなるんでしゅ。あ、もう大丈夫よ。ごめんなさい、みんな。さあ打つわよ。ゆかりちゃんは頭痛持ちなのか。本当に大丈夫なのかな。今日は仕事休みだし、公園にでも散歩に行こう。そして、あ、今日もゆかりちゃんたち野球やってるな。おい、俺も仲間に入れてくれよ。あ、ゆうきお兄ちゃん、またまた来たのかよ。またまた来たでしょか。いいじゃない、みんな一緒にやりましょう。お兄ちゃん、いいのかい。それじゃあやろう。そしてゆかりちゃん、今日は頭の痛いのは大丈夫みたいだね。うん、最近は調子いいの。もう治ったんじゃないかな。そうか、よかったねゆかりちゃん。うん、それじゃあまた遊ぼうね。さよならお兄ちゃん。今日は仕事休みだし、公園に行ってゆかりちゃんたちと野球でもしようかな。そして、あれ、今日はゆかりちゃんたち野球をしてないみたいだな。仕方ないや、散歩でもして帰ろう。今日の仕事は結構早く終わったな。公園か。そういえば最近ゆかりちゃんたち全然見かけないな。どうしたんだろう。で、病院と。ここに行くと病院に着いたぞ。せっかく来たんだし、とりあえず中に入ってみよう。そして、あれ、あそこにいるのはゆかりちゃんじゃないか。ゆかりちゃん。あ、ゆうきお兄ちゃん。どうしてゆかりちゃんが病院なんかにいるんだい。私ね、ここに入院してるの。私の頭の病気はここにしばらくいないと治らないんだって。あ、そうなんだ。でもね、マサルくんもタカシくんもよく来てくれるし、ここも結構楽しいんだ。そうか、それじゃあお兄ちゃんも時々遊びに来るよ。ほんと？嬉しい。絶対に来てよね、お兄ちゃん。うん、約束するよ。それじゃあまたね。病院に着いたぞ。これでゆかりの病室に行くっていうコマンドが出ますね。ゆかりちゃんのお見舞いに行こう。そして、こんにちは。ゆかりちゃん元気にしてるか？あれ？ゆかりちゃんいないや。あ、ゆかりちゃん今日は一日中検査ですよ。あ、そうなのか。それじゃあこのお見舞いのお菓子、ゆかりちゃんに渡しておいてもらえますか？え、いいですよ。仕方ないな。また今度来よう。あ、亀田くんのお気に入りの子だ。え、どうしたんですか？私なんか変ですか？あー、いえ、なんでもないです。すいません。さよなら。変な人。あれ？どうして逃げ出さなきゃいけないんだろう。帰ろう。いろいろあるね。ゆかりちゃんのお見舞いに行こう。こんにちは。ゆかりちゃん元気にしてるか？あ、ゆうきお兄ちゃん、本当に来てくれたんだ。当たり前だろ。約束したんだから。体の具合はどうだい？うん、大丈夫よ。お兄ちゃんが来てくれたからすごく調子いいわ。かわいいやつよ。そうか、元気そうで何よりだ。今日はいい天気だし、ちょっと外でも散歩するかい？あ、ごめんなさい。あまり動いちゃいけないってお母さんに言われてるから。あ、そうか、ごめんごめん。それじゃあここでお話しよう。そして、それじゃあそろそろお兄ちゃんは帰るよ。良くなって退院したらまた一緒に野球しような。早く良くなれよ。ありがとうお兄ちゃん。知らないお兄ちゃんが来てるの、お母さんどう思ってんだろうね。また来てよね。こんにちは。ゆかりちゃん元気にしてるか？あ、ゆうきお兄ちゃん、また来てくれたんだ。体の具合はどうだい？うん、大丈夫よ。お兄ちゃんが来てくれるからすごく調子いいわ。そうか、元気そうで何よりだ。あ、これお菓子持ってきたんだ。美味しくないかもしれないけど、美味しくないかもしれないもの持ってくるのよ。あ、それ大好きなんだ。ありがとうお兄ちゃん。そして、それじゃあそろそろお兄ちゃんは帰るよ。早く良くなれよ。ありがとうお兄ちゃん。また来てよね。こんにちは。ゆかりちゃん元気にしてるか？あ、ゆうきお兄ちゃん、また来てくれたんだ。体の具合はどうだい？うん、大丈夫よ。お兄ちゃんがよく来てくれるからすごく調子いいの。よく来てくれるなってな、めっちゃ来てんな。そうか、元気そうで何よりだ。うん、本当に最近は全然頭が痛くならないの。もうすぐ退院できるかもしれないわ。本当かい？それじゃあ退院したら一緒に遊園地に行こう。遊園地も行きたいけど、私やっぱりお兄ちゃんともう一度野球がしたいの。そして、それじゃあそろそろお兄ちゃんは帰るよ。良くなって退院したらまた一緒に野球しような。早く良くなれよ。ありがとうお兄ちゃん。また来てよね。かわいいね。
こんにちは、ゆかりちゃん元気にしてるか？のお兄ちゃん、こんにちは。あれ、どうしたんだゆかりちゃん、元気がないじゃないか。え、そんなことないよ、私元気だよ、頭も全然大丈夫だし。それならいいんだけど。そして、それじゃあそろそろお兄ちゃんは帰るよ、元気出して早く良くなれよ。ありがとうお兄ちゃん、また来てよね。うん、また来るよ、バイバイ。どうしたんだろうゆかりちゃん、何かあったのかな。あれ、なんか話し声が聞こえるぞ。かわいそうよねゆかりちゃん。そうね、今のままじゃもう助からないらしいから。でもね、手術をすればおそらく助かるだろうって先生は言ってたわ。それじゃあ助かるんだね。ね、あなたは何？ダメなの。あ、ゆかりちゃん、私のお家貧乏だから、手術するお金がないから私助からないの。ゆかりちゃん、全部知ってたの？だってみんな悲しい顔してて、それにすごく優しくなっておかしいぐらいに。だからお医者さんとお母さんの話隠れて聞いちゃったの。どうしてこんな小さな子が、こんな小さな子がこんなひどい目に遭わなくちゃいけないんだよ。看護婦さん、いくらいるんですか？え？いくらあれば手術できるんですか？さ、300万円ぐらいかかるらしいわ。300万あればゆかりちゃんは助かるんだね。お兄ちゃん、300万を貯められるのか。金を300万円貯めてきました。病院に着いたぞ。ゆかりの病室に行く。ゆかりちゃんのお見舞いに行こう。そして、よし、確かに300万円あるよな。これでゆかりちゃんは助かるんだよな。もちろんゆかりを助けるでしょ。よし、先生に手術してもらえるようにお願いをしに行こう。そして、ゆかりの手術は無事終わった。300万円なくなりました。あ、ゆきお兄ちゃん、また来てくれたんだ。ゆかりちゃん具合どう？うん、もう全然大丈夫よ。でもまだしばらくはここにいないといけないみたい。そうだね、無理せずゆっくり完全に治した方がいいよ。そして、あ、そうだお兄ちゃん、これ隣の部屋の患者さんからまたもらったんだけど、私には必要ないからお兄ちゃんにあげる。気前のいい人なんだね。喜んでもらっておくよ。ありがとう。それじゃあそろそろお兄ちゃんは帰るよ。お兄ちゃんいつもありがとう。また来てよね。そしてもらったものとは、威圧感。気前良すぎないか。この威圧感もさ、これさ、売ると、100万するんですよ。つまりこの辺よりもさらに高い、買ったら200万ぐらいするぐらいの価値のものなんですよ。隣の患者さん何者？あとは、また来てくれました。はい、先生も大丈夫だって。あ、そうだお兄ちゃん、これ隣の部屋の患者さんからまたもらったんだけど、私には必要ないからお兄ちゃんにあげる。気前のいい人なんだね。喜んでもらっておくよ。ありがとう。それじゃあそろそろお兄ちゃんは帰るよ。早く退院できるといいね。ありがとうお兄ちゃん、また来てよね。超特殊能力ももらえます。これ威圧感と超特って、ゆかりちゃんの手術が終わってプラス5パーツを3つもらった後でゆかりちゃんのお見舞いに行くと 30% の確率でゲットできます。これどっちか手に入れた後、例えば超得ゲットした後もう一回行ってもまた 30% の確率で威圧感ゲットできるみたいな感じなんで、ゆかりちゃんを助けた後はぜひゆかりちゃんのところ通ってください。この2個ゲットできます。めちゃくちゃ強いです。皆さん忘れないようにしてください。あこーん、やった、ゆかりちゃんさよならホームランだ。ゆかりちゃんすごいにゃ。ゆかりたんすごいでしゅ。俺の出番がないや。こうしてゆかりは元気にみんなとまた野球ができるようになった。病気が治るとこうして野球をできるようになります。少女の未来が守られましたね。10月を過ぎてもお金が300万円貯まっていないとこうなります。え、そんな、どうして。別に、ゆかりたん、ゆかりちゃん最後までゆうきくんの名前言ってたわよ。どうして、どうしてこんなに早く、どうしてお兄ちゃん助けてくれなかったんだよ。助けてくれなかったでしか。ごめんよゆかりちゃん、俺に力がなかったばっかりに。もし今度生まれ変われたらまた一緒に野球やろうな。さよならゆかりちゃん。ということでゆかりちゃんは死んでしまいます。安らかに眠ってください。